久保さん。まあ確かに、僕たちが全く信用されてなかったのかもしれないですね。<laughs> まあ、億万長者合宿という名のネーミングで釣ったの、釣れたのかもしれないですね。すいません、言葉汚いかもしれないですけど <laughs> まあでもね、あの、メッセージいただいた方も多分、億万長者合宿っていうこのキラーワードに反応したのかなと。僕とか久保さんに反応したわけではなく、億万長者合宿に参加すればっていう質問だったんですよ。 久保さんと吉谷さんに習えば、あの、奥を目指せますかという質問ではなく、奥万長者合宿に参加したらっていうところだったんで、多分このネーミングですよね。そう。だからまだまだ足りないですね。で、僕は足りないと思ってるので、ずっと続けてます。全然足りないなっていう。うん。だけど、どうなんですかね。奥万長者合宿に参加した人たちっていうのは、 僕よりもっと足りないと思って参加してるはずなんですよ金払ってねわざわざしかも湯河原まで来てねうん僕も足りないと思ってるしでも僕よりもっと足りてないと思うんですよだって結果も多分出てないだろうしうんだからねうん結果的に億万長者合宿の最後のオチっていうのはその司会あのさあの開催した2人がずっとやってるってことですね <laughs> オチはね うん、で結局、あの、さ、あの、し、なんだ、あの、参加者よりやるっていうね。本来だったら参加者の人が主催者よりやらないといけないですよね。まず、だって追いつかないといけないわけじゃないですか。うん。だけど、距離は離れる一方ですよね。この億万長者合宿シリーズも、7000本かな ?8000 本か。もうこのそのち寝終わりますけど、 ソナチネ終わったまた新しい、さーー、ソナチネの後、ソナチネの後な、なんだっけな。もう名前も決まってるんで、ソナチネの後なんだっけな。億万長者合宿のソナチネの後は、ソナチネの後。どっかに書いたと思うんですよね。ソナチネの後。うん。ご検索。 億万長者育ちねああるじゃないですか次億万長者合宿ブラザーですね 次は、億万長者合宿ブラザー、億万長者合宿バトル、億万長者合宿ゴースト、億万長者合宿マノン、億万長者合宿シェル、億万長者合宿花火、億万長者合宿ドルーズ、億万長者合宿異蔵、億万長者合宿ジョーク。億じゃん。で、最後、ま、さ、これね、一応最後もあるじゃん。億万長者合宿 X っていうね。X、これ、ま、あリメイクみたいだね。 億万長者合宿メイクか。メイクですね。はい、億万長者合宿リメ,リメイクかな。うんう。はい。まあ決まってますんで、やりきります。まあこれリメイクまでいったらやめてもいいかな。やめようかな。<laughs> これリメイク、リメイクでしょ。まあいいや。まあ実はありますからね。億万長者合宿の その、リメイクは、ま、あこれ一応、シリーズもんで999本で、あのシリーズ、1シリーズにこう、終えてるんですけど、その、億万長者合宿リメイクは、1000話がもうと、すでに撮ってるんですよね。もう1000話撮ってるんですよ。そう。だからこの1000話を公開するのが何年後ですかね。楽しみですね <laughs>。あの、バックアップ撮ってるんで、1000話目。ついに明かされる1000話目、みたいなね。言ってらっしゃい。